唯一粘土質の地獄なんですけれども、ここはですね、地盤熱によって溶けた粘土が現在はガスの力でボコボコしている地獄になります。温度は粘土なんですけど98度あります。で、もともとですね、昔はですね、今見ていただいているこの池から入ってきていただいた入り口あたりまでが大きいこの池だったっていうふうに言われてるんですけれども、平成14年にリニューアルオープンしてまして、まあ、その際に宮下重視で1個の池を4つに分けたと言われてます。粘土質の地獄でございまして、温度が90度でございます。1個前に見た坊主地獄と全く仕組みは同じなんですけど、粘土の色が、ね、違いますね。ここはですね、まあ、粘土の色というのは土の色によって変わります。なのでここは茶色い土が多いため、ね、茶色い粘土がボコボコしてますね。ここ観音みたいですね、まあ、ご存知のお客様もいらっしゃるかと思うんですけど、地獄蒸しっていう名物が有名で、100度近い温泉の蒸気を使って食べ物を蒸すっていう名物なんですけれども、まあ、お肉でしたりお野菜、またはトウモロコシ、さつまいも、卵、まあ、そういったあの食べ物をこういった蒸気の中に入れてね、15分ほど蒸していただくっていうような名物が堪能されてください。ここですね、青色なんですけど、よく水の粒と違ってちょっと透明度が高いんです。一般というのは分かりますかね。で、今日はまだちょっとそんなに切るとではない人用の水色、まだちょっと水色すぎるかなって個人的には思うんですけど、端っこの方はね少し透明度高くなって、今日みたいなお天気が1週間ほどずっと続くともっと透明度が高くなります。大体夏場8月中旬くらいはここかなり透き通った色を見れるんですけど、それぞれ分かるようになります。はい、それではまず、多分ここを狙うとこっちも出ちゃうと思いますので、こっから行きましょう。皆さん今の状態よく思うとください。これは風が出るから何も起こらないですね。ただ煙を飛ばしてあげると、はい、変わります。これが実際に上がっている煙のようなので、はい、もう一度行きましょう。奥も狙いたいと思います。一番奥ですね。はい、この煙は、はい、反応しますね。入り場からまず下に下って左下に出る1個で入っているのが4000円の5位を左に
ところから温泉がどんどん出てますから、溶けて混ざってこういった赤色になるわけですね。ではまずですね、真ん中あたりから出していきます。水面ご注目ください。はい、ぐーっと上がってきますね。うん、ここ分かりやすいですよね。まあ、とにかく煙が出るものだったら何でも反応しますので、ゴミを燃やした煙でしたり、落ち葉を燃やした煙、燃えて煙が、まあ、出れば何でもいいわけです。あとは風向きとタイミングになります。はい、うまくこう飛ばしてあげると、はい、池全体にこのように広がってくれますね。はい、これが温度約95度の実際の蒸気の量になりますので、まあ、皆様ですね、こういかに湯煙、水蒸気というのは通常見えてないところがたくさんあるというのがよくお分かりいただけたんじゃないかなと思います。
をどうぞ右手ご覧ください。本日綺麗に見てますね。右手奥の海が知事の沖でございました。琵琶湖のようにご覧いただけましたかね。はい、お隣知事無臭に入れるお店、また別府の中でも有名な氷山温泉もここ観覧の中心地にございます。やっぱり今日お天気いいなんていい日なんていいんですけど、積もり以上に雪虫が景色綺麗にご覧いただけたんじゃないかなと思います。いかがでした観覧の雪虫、よかったですかね。ありがとうございます。またご覧いただきましたここ観覧の雪虫はですね、 NHK による21世紀に残る右下が神奈の中心地で、まあ、先ほど下車内でも何度もご紹介した地獄の
で。海地獄になります。温度は98度ありまして、先ほど鶴見岳ロープウェイがかかった山を見ていただいたと思うんですけど、1200年ほど前の鶴見岳にちょうど入られていらっしゃる方がいて、他のお客様も撮るのでちょっと右側に詰めていただく形でお願いします。でですね、右手です。この大きい池なんですけど、これが海地獄の温泉が半分入っているので、一年中ぬるま湯状態の池になってます。右側ですね、先ほどご説明したカラフルな色のお花がアマゾンの熱帯性水蓮になってまして、ちょうど今が見頃な時期になりますね。もう池についてはちょっと正面奥でねご説明しますので、そのままどうぞ進まれてください。大体今年は 1,2 ヶ月ちょっとで夏草に生え変わってます。また冬にかけてこの緑色の草が茶色く冬草に変わって、それをまた来年の4月に野焼きするというようなね流れなんですけども、また野焼きの写真も地獄に展示しているので、よろしかったら後ほどご覧に並べてみてください。そして右手ですね、たくさんの煙が見えてまいりましたけれども、バスはこれより漢字で鉄の輪と書きまして、神縄と読みます。別府八島の人はお天気いい別府湾の奥に四国がご覧いただけます。昨日ちょっとで、ね、夕方の方うっすら見えてたんですけど、またあの時間経つにつれて見える場合もありますのでね、先ほど見えたらご紹介させていただきます。そしてただいま通っておりますこの辺り一帯がですね、別府八島の一つ堀田温泉地帯でございます。この道は昔別府のメインストリートと呼ばれておりました流れ川通りでございます。明治の初めまではこの中ほどに名残川と呼ばれる小川が流れ、有り余ったお湯が両側から流れ込んで湯煙を漂わせておりました。皆様方にはですね、7カ所の地獄を順番にご紹介させていただきたいと思います。それではですね、これより早速1カ所目の海地獄到着まで別府市内のご案内を進めさせていただきたいと思います。以上ですね、皆様の頭の上から冷たい風が出てくるようになっております。調節ができますのでね、ご自身の向きにアクションがありましたら調節されてください。またこの前にあります黒いカゴの中に熱中症予防対策で使用面をご準備させていただいておりますので、よかったらご料理の際にお取りください。それでは1カ所目海地獄までですね、別府市内のご案内をさせていただきます。バスはですね、おはようございます、ようこそ湯の町別府へお越しくださいました。本日は
亀の湯バスご利用いただきまして誠にありがとうございます。本日ですね、これより約3時間です。皆様のお供を務めさせていただきます。乗務員は亀の湯バスドライバーの大平、そして私ガイドの平田でございます。最後まで一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。またですね、バスの走行中シートベルトの着用をご協力お願いいたします。それではですね、出発いたします。江藤君です。